走感を父に持つ硬派で頼れる男、そして無類のメカ好き、松竹梅弥勒。父は日本画の大家、母は茶道の家元、由緒正しきお嬢様、ただし大の男嫌い、博士家のり子。大病院の御曹司、あらゆるジャンルの学問に精通、武道も極めたマルチ高校生、菊正宗清志郎。宝石商の母と二人暮らし、魅惑の美貌とスタイルを武器に日夜玉の腰を夢見ている木桜花恋。スウェーデン大使を父に持つクォーター、多数の女性と浮き名を流すプレイボーイ美堂グランマニエ。世界の大富豪、顕微子財閥会長の娘、運動神経は男顔負け、趣味は大食い、顕微子優里。超セレブなこの6人、金と暇とを持て余し、あらゆる事件にシャシャリ出る。そんな彼らを人は勇敢クラブと呼ぶ。今日も暇で暇でですね。そう、僕はデートのスケジューリングが大変でさ、マリコに、それにシャンチェちゃんに。これなんでそんな怖い顔してんの。どうしたじゃないわよ、これ見て。いい？うん。これが今日私がもらったラブレター、そしてこれがゴミ箱に捨てられたのりこ宛てのラブレター。そういうことね。つまりのりこの方が多いから腹が立つと。どうだっていいじゃん、そんなこと。よくないよ、全然よくない。のりこ、あんたね。さすが宇治の初昔は香り高いですわね。のりこ、はい、あんた何考えてるのよ。これだけラブレターもらってるのに読みもしないで全部捨てて。だって私殿方には興味ありませんから。よろしかったら差し上げますわよ。いらないよ。この余裕がムカつく。生徒会の皆さん、ごきげんよう。さあ皆さん、校則に背いたことをしている人はいませんか。飲酒に喫煙、授業をサボってクラブなんかに行ってみる。そんないけないことを発見したら即退学。俺しか言うことねえのかよ、校長とメガネ。僕たちは清く正しく高校生活を送ってますので。ならいいんですがね、教頭先生。博士課さん、お父様に、いや校長、博士課画伯によろしくお伝えくださいね。メガネって今度の日曜の個展、非常に楽しみにしております。夜も眠れぬほどに待ち焦がれております。私も。わかりました。ではごきげんよう。今メガネって何しに来たんでしょうかね、あの二人は。そうけど、まあのりこはできすぎだよね。両親は日本画の大家に茶道の家元でしょ。男嫌いはたまに傷だけどね。今に結婚できなくって大焦りするんだからね。免疫ない分変な男に引っかかっちゃったりして。それありそう。ほっといてください。マジでないでしょ。ねえ、俺らと一緒にどっか行かない？マジで？そうや。おい、聞いてんのだよ。何なさるんですか？何なさるのだって。お嬢様なんだ。俺お嬢様大好き。何やってんだよお前ら。なんだお前、何見てんだ。向こう行けよ。これこっちはガラス黒帯だぞ。うるせえ。大声出すんじゃねえ。なんだとてめえ、グルーミーなめんじゃねえぞ。てめえらみたいなやつ見てるとムカムカすんだよ。女をかけ回すことしか脳がねえのか。だっておれ、なんだめ。
私のせいで。あー、いいよ。こんなん慣れてるし。あ、悪い。いえ。あんた、この先のでっかい家のお嬢さんだろ。よく着物着て歩いてんの見かけるし。気をつけろよ。また俺が通りかかるとは限んねえし。はい。いいねえ。我ながら傑作だと思いますね、この雪月花は。前のお嫁入り道具に持たせてあげますからね。まあよかったですわね、ノリコ。ありがとう。ノリコ、29、30、やった、昨日より多い。ノリコは、ノリコ、はい、ラブレターいくつもらったのよ。ちゃんと数えてませんけど、確か40通ぐらい。残念でした。あ、ねえ、今日みんなでゆうやの店行かねえ？いいね、絶対行く。誰ですか、ゆうやって？魅力の立ちでさ、すんげえ面白いやつ。みんなも絶対気に入るよ。あ、お前も行くか、のりこ。のりこ、のりこ。どうしたんですか？今日はなんだか様子がおかしいですけど。いえ、別に。ここここ。もう行くぞ、のりこ。大丈夫だから。いらっしゃいませ。よー。ミロク、ユリも。どうしたんだよ、その傷。また喧嘩でもしたのか？ちょっとな。確かに、いい男じゃない。ま、僕には負けるけどね。あ、あの、あんた、ん？ロリコ、なんだよ、知り合いなのか？昨日変な男に絡まれた時に助けてくださったんです。ゆうや、そんなかっこいいことしたんだ。まあこいつこう見えても男気っていうか、俺もちょいちょい喧嘩助けてもらったしな。いいじゃない、周りにいないタイプ。ま、僕には負けるけどね。これ、私の携帯だから。悪いけど、タイプじゃねえから。こんなやつ、こっちから願い下げよう。あの、昨日はありがとうございました。お怪我大丈夫ですか？言ったろ、こんなん慣れてるって。そうですか、お大事に。気をつけろよ、あんたも。私、あんたじゃなくて白鹿のりこですわ。お嬢様にあんたはないか？俺、カリホユウヤ。ユウヤさん。すみません。はい。珍しいね、のりこがちゃんと男と話すなんて。別にそんなこと。あまりゆうやという男とは親しくならない方がいいと思いますよ。どうしてです？彼とはノリコは住む世界が違いますから。ミロクとユーリの友達です。だったら私はあの二人とも住む世界が違うということですか？そういうことを言ってるんじゃありませんよ。友達ならいいんですけど。いや、
人の男として親しくなるのは反対です。男、つまり惚れるなと。嫌です、千代。私まだ彼のこと何も知らないんですのよ。まあそうでしょうけど、普通はそんなの関係なしに恋に落ちるんですよ。千代、まるで私のお父さんみたいですわ。お父さんですか。まあいいですけど。私は今、日本画の巨匠博士課青春展に来ています。ちょっと来ている方にインタビューしてみましょう。お話伺ってもよろしいでしょうか。古市アナ。テレビ。あなたにとって博士課青春の作品とは。校長、テレビにとって校長全てでございます。博士課が博士、私はあなたの日本一の、いや銀河一の校長、あなたの校長、私なんでございます。青春さん、見てる、見てる。なんだこの二人。大盛況のようですね。お父様は雪月花が手元になって寂しそうですけどね。あ、そういえばゆいやのやつ、この前の店クビになったって言ってた。え、どうしてですの。なんか態度悪い客が来て、で注意したら殴りかかってきて、で手出しちゃってしたらさ。でも先に手を出したのは向こうです。ゆうやさん悪くないんじゃないですか。商売してたらそんなことよくあるわよ。けどまあ、のりこみたいなお嬢様には関係のない話だけど。のりこの家見てると、伝統とか格式とか、やっぱりのりこって違う世界の人って感じがするもんね。だけど妙に気にするんだね。もしかしてこの前助けられて惚れちゃったとか。違います。彼とはノリコは住む世界が違いますから。ノリコって違う世界の人って感じがするもんね。つまり惚れるなと。よっ。新しいお仕事見つかったんですか。あ、乗ってくか。駅まで送ってやるよ。ごめんな。この番組はソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りします。のりこ頼みます。もちろん。お国はどちらですの。金沢。上品な街ですよね。私好きです。ご両親はそちらに。ああ、お袋がね、一人にして出てきちゃったけど。そうなんですか。あ、あそこで止めてください。いいよ、どうせだから家まで送るよ。え、いいって。こっちは少しぐらい遅れたって大丈夫だからさ。けど、いいよ、道が混んでたって適当にはいいんだから。止めてください。おい、どうしたんだ急に。私嘘をついてまで送ってもらいたくありませんの。余計なお世話かもしれませんけど、私随分とあなたのことを心配したんですのよ。仕事をクビになったって聞いたから。けど無駄でした。あなたそんな感じだから仕事が長続きしないんです。もっとちゃんとした方がいいと思います。
ごめんなさい。私、融通が効かなくて。こんなにちゃんと怒られたの、いつ以来だ。もしもし。あ、え、ほくろが。おい、このネタ本当だろうな。これ成功すれば何でも買えますぜ。久しぶりだな、ゆうや。どうしたんだよ、急に連絡なんて残して。なんか仕事ねえか、急に金が必要になったんだ。止めて。もう一度話がしたくて、ちょっと付き合ってくんねえか。悪かった。お嬢様に学校サボれって言っても無理だもんな。頭痛が痛いんですの。ちょっと病院に行ってまいります。頭痛が痛い。たた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 。俺、ガキん時からやんちゃでさ、お袋のことを散々泣かして、ちょっと帰ってやろうって思ってさ。もう東京には あんた見てるとドキドキすんだ。笑っちゃうよな。俺結構女にモテてさ、向こうからいくらでも寄ってきて全部適当にやってたんだけど、なんかあんたは違うっていうか、そういうことしちゃいけねえっていうか。ごめんな、こんなこと言って。私も変ですの。ずっとずっと変ですの。あなたを見ているとドキドキして、あなたにも聞こえそうで。ことって本当ですもんね。ごめんな、初めて触れる男が俺なんかで。
子は本当に？あたい見たんだからさ。どうせうまくいかないわよ。でもノリコに男ができればラブレターとか減るんじゃね？あ、そっか。じゃあ頑張れノリコ。そこなくっちゃ。まあお嬢様が好きになるのは決まってああいうタイプですから、まあしょうがないんでしょうけどね。すぐに車出発させるからな。ああ。なるほどな。悪いなお兄さん。そのお宝渡してもらうか。雪月花をな。カエルピョコピョコ、ニピョコピョコ。面白いね、この新人は。ねえ、なんで俺の辺に来るの。しょうがないだろ、リビングのテレビ壊れてんだろ。はい、はい、もしもし、はい。やつだな。普通何を盗んだかぐらい知りたがるぜ。興味ねえよ。どうせ宝石かなんかだろ。金になるのは宝石だけじゃねえぜ。してか白紙か青州の雪月花、国宝級だってよ。白紙か。どっかの金持ちに売りつけるや。信じられねえような金が入ってくる代物だよ。それ返してくれよ。それがないとあいつが困んねん。あいつが、おい、なんだよ。やめろ、言うや。お前ら何やってんだ。いい年して喧嘩か。あ、いや、別に何でもないっすよ。あ、これ、手配中の車です。おい、やばいやばい。おい、待て待てやろ。おい、どっちか。待て、ごめんなさい。ご安心ください。この鬼時船、必ずや犯人を捕らえ、雪月花を取り戻してみせましょう。ちょっと静かに喋れねえのかよ。ちょっとあのボリュームをもうちょっと下げてもらっていいですか。何、声でかい。ああ、失礼。じじい、どうかのよろしくお願いいたします。大変なことになりましたね。本当に。のりこ、元気出せよ。絶対犯人は捕まるわよ。ゆうやだ。はい、ちょっと、あ、のりこの携帯番号。うん、で今一緒にいるけど。分かった。はい、ゆうや。はい、もしもし。はい、はい、わかりました。ゆうや、なんだって。のりこ、
私ちょっと散歩に出かけてきます。のりこ、また一人だけなんですけど。もうこれゆうやそっくりじゃん。うん、知ってんのか。ゆう似てるはずねえじゃん。あのその人物の名前ゆうやって言うんだそうですな。なに、今その名前言ったよね。何言ってんのさ。言ってるわけないじゃん。夕焼けが綺麗って言ったじゃん。そうそう、言ったんだよね。そうそう、昨日の夕焼け超綺麗だった。綺麗だったね。赤に染まって。そうよね。夕焼け小焼けの赤と黄色。晴れてみたの。いつの日か。ミロ君、あのさ。俺に任せてもらっていいかな。ゆうや、俺の出しだから。いいかな。のりこ、頼みます。もちろん。やっちまったんだ、あんたの親父の絵。どうして？田舎のおふくろが倒れて、それで金が必要で。俺取り返すよ、絶対取り返す。あんたを困らせるようなことをしたくねえんだ。だから信じてくれ。信じますわ、あなたのこと。ミロク、ユウヤ、ノリコ巻き込んでんじゃねえよ。同情できねえな。ミロク、お友達でしょ。そんな言い方ないんじゃないですか。男嫌いのノリコからそのセリフね。みんなにも聞かせてやりたいですわ。で、どうすんの。自首すんの、それとも逃げんの。逃げる気はねえ、今さら。ただあの掛け軸だけは自分の手で取り戻したい。言うと思った。協力してやっか。お、ミロクさん、どうしたんですか。ねえ、金剛と三郎っていうヤクザ探してんだけど、どっかなんか店とかで心当たりある？わかりました、探してみます。頼みならすぐ行ってくるよ。おう、任せとけって。じゃあよろしく。じゃあね。
弥勒って本当に顔が広いんですもんね。まあ警視総監の息子をやってるとね。なんだ君お前。おい、うん、新宿のスナック緑、わかった、すぐ行く。ちょ、見張ってて。じゃあね。弥勒、うん、何するんですの。弥勒を巻き込むわけにいかねえよ。悪いのは全部俺なんだから。気を取り戻したら謝っといてくれ。しっくしょう、今後のやつ、たかが50万でよ、ふざけんな、ちくしょう。俺、おい、あ、どこやったんだよ、さっきか。知らねえよ、コンボが持ってきたんだよ。嘘ついてんじゃねえ。嘘じゃねえって、俺みたいなキャップそんなわかんねえよ。なんだよ、ほんと。ガキが騒いでんじゃねえ。あいつ気の使い方雑なんだよ。弥勒平気ですの。なんとか。はい、弥勒さんですか。サブローを見張ってたらやってきた若い男が金剛にやられて。ゆうやだ、そいつどこ行ったか分かるか。へい、烏森神社の裏にある倉庫に運び込まれやした。神社の裏の倉庫な、分かった。うん、ありがとう。じゃあね。ゆうやが連れ去られたって。私も行きます。連れてけらず、ね、お願いです。私ただここで待っているなんて嫌ですわ。けど弥勒、ノリコ、ちゃんと捕まってて。はい、はい。ビッキー伏せるか。ちょ、ノリコ待ってて。そこまでですよ。清志郎、みんなまで。何危ないことしてんのよ。そういうのあたいに任せとけって。もう十分じゃない。どうしてここが。まあ僕なりの情報網がありますから。あれ、彼ら。弥勒、あたいらにも声かけろよ。可能を可能にするのが
勇敢クラブでしょ。そうだ、悪い。まあいいってこと。じゃあ行きますか。危険ですから、ノリコとカレンは車で待っていてください。でもノリコ、それじゃあ僕も。御堂には大切な仕事が待ってますよ。やった。私ね、のりこのこと見直したの。男嫌いのあんたが男のために必死になってるんだもん。ちょっと感動しちゃったよ。ええ、ちょっとお見せしたい品がありまして。博士か画伯はご存知ですか？彼の最高傑作でして。なんだ？ねえこれ、当たりつけろ。お前何やってんだ。なんだこれ。誰だお前ら。正義の味方だい。逃げられませんよ。雪月花と雄也返せよ。無駄ですよ。観念しろ。どうなってもいいのか。ユウだぞ。近づくな。下がれ。言うことを聞くしかありませんね。てめえこのユウや。ねえ、ちゃんと電気消えた。びっくりした。大丈夫、怖いよ。ナイスビド。さすがですね。ミロ君、ビドは相変わらずですね。ひどいよ。悪かったな。ご無事で何よりです。警視総監、松竹梅時宗が来たからにはもう安心だ。ねね。おい、奥にいるな、出品。やめなきゃいけないんだ。出品。ミロ君、我が息子だからよくやった。褒めてつかまし、一番いいとこだったんだけど。これで博士か画伯も一安心だな。おい、マスコミに連絡しろ。シャン、はい。なんで空気読めねえかな。もう、いや、しかしミロ君、お手柄だったな。褒美に何でも買ってやる。何が欲しいんだ。褒美って言われてもさ。ああ、じゃあ一つ頼んでいい？親父にしかできないこと任せとけ。金沢に着いたら
ここを訪ねなさい。私の知り合いがね、工場やってんだよ。すいません。本当なら俺、こんな風にしてられないのに。いや、いいんだよ。いいんだよ。ま、鬼の目にも涙。だね。お母さんのためにも、頑張んなさい。ありがとうございます。これで、よかったかな？うん。サンキューサンキュー。治療のことで、不安なことがあれば、いつでも連絡ください。力になりますよ。悪い。それじゃあ、僕たちはここで。そうだね。じゃあな、ゆうや。行ってら。ほう。最後なんだから、キスぐらいしなさいよ。え？ファイト。青春万歳。ありがとうな。あんたがいなかったら俺真面目に働こうなんて思わなかったから。のりこに会えてよかった。私も。ゆうやさんに会っていなかったら男嫌いのままでしたわ。ゆうやさん、私元気で。どうしたの？いえ、できるならハッピーエンドで終わらせてあげたかったなと思いまして。まあ、待っててくれたんですの？当たり前だろ。ちゃんとお別れできた？ええ。悲しかったら僕の胸で泣いていいんだよ。大丈夫です。無理すんなよ。そうよ、悲しい時は泣いた方がいいんだから。いいんですの？もちろん。よしよし、のりこは頑張ったわよ。泣け泣け。39、40と、どう？のりこは捨ててしまいましたけど、確か50通ほど。ちょっとは成長してくれや。男嫌いも少しは治ると思ったのにな。そのままのようですね。北
か、博士か、これは本当ですか。説明か、娘の嫁に道具にしたいとガーガーおっしゃってるそうですが。ええ、ならばぜひともあなたを私の妻に。おお、校長先生、あなた結婚してるんでしょ。ここは私が、私まだ違うでしょ。私パスイズです。あ、じゃあちょっと、あれです、あれです、このドラマの主題歌、カトゥーンの新曲 Keep the Face の CD を100名様にプレゼント。奮発して100万名様はどうでしょう。そんなん商売上がったりやで。こちらの宛先まで。玉の輿カサルカルシアです。すんげー力入ってんの。半端じゃねえ。プリンセスカレンダー。あ、痛い。このままじゃ2人とも殺されちゃうよ。マジかよ。迷惑かけたりかけられたりするのはダチってもんだしな。カレン、カレン。この番組はソフトバンクとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それじゃあ彼はどうなるんですか。俺たちのせいだ。